ドイツ中流ソ連軍記念メダルドイツ中流ソ連軍は1949年から1988年にかけて旧東ドイツに中流していたソビエト連邦軍部隊である。1945年から1949年はドイツ占領ソ連軍、1988年から1994年は西部軍集団と呼ばれていた。ドイツに 高級的に駐留するソ連軍は、1940年代後半から1989年まで、北、大西洋条約機構の脅威であり鉄のカーテンの最前線で対峙する、冷戦期の軍事バランスの主要要素であった。駐留軍は、第二次世界大戦の終結後、第一及び第二次ロシア方面軍から編成された。これらの部隊は、 ポツダム協定を保障する初期定の遵守を任務としていた。さらに、これらはソ連の政治、軍事上の利益を代表していた。1957年にソビエト政府と東ドイツ政府はソ連軍の駐留について合意を発表し、駐留が東ドイツの障害になっていないことを示した。1979年から1980年にかけては人員2万名、 戦車戦領が東ドイツ領内から撤退している。1980年代後半にはペレストロイカの影響もあって中流兵力はより防御的な配置に再編成された。1989年からは兵力の大幅な削減が開始されている。中流軍の将兵と東ドイツ市民とが接する機会は少なかった。例外は東ドイツに対する労働力支援で、 中流軍将兵が収穫の時期に農村へ派遣されたり自然災害、産業事故の救援へ出動することがあった。また個別のケースとしては脱走兵が市街地に逃げ込んで東ドイツ警察に取り押さえられたことが挙げられる。冷戦の終結とともにドイツ中流ソ連軍も解体、撤退することになった。これはソビエト連邦の解体もあって事業には 困難がつきまとったが、1994年8月には撤退が完了している。部隊は陸路のポーランド経由のほか、ロストックや流言島などの回路経由でも行われた。ソ連軍は第6新衛自動車加速撃兵旅団が1994年6月25日にベルリンでパレードを行い、6月11日にはビュンスドルフで 8月31日にはベルリン南方のトレプトワー,ー公園にあるソ連軍の戦勝記念碑でセレモニーを行ったのを最後にドイツ領内から撤退した。なお東ドイツは国土の約4分の1が在籍ソ連軍の基地や演習場で占められていた東ドイツは約26万人の在籍ソ連軍に支払う思いやり予算の重圧で自然崩壊した等の言説は 現在では西側マスコミによるプロパガンダだったというのが通説となっている。ソビエト軍は進駐した東ドイツの276カ所に777個の基地を設けた。これには47カ所の飛行場、116カ所の演習場が含まれている。兵力は1991年初頭において24個、師段、 兵員33万8000名に達しており、その数は東ドイツの国軍である国家人民軍より多かった。この兵力は西部軍集団として国個軍及び一個航空軍に編成されていた。士官の家族や軍関係の民間人も東ドイツに居住しており、民間人の数は9万人の子供を含めて約20万人にもなった。それらは主に ブランデンブルク州に居住していた。1991年時の概算1980年代末におけるソ連軍主力編成は下記を含む、こちらのソ連軍手団一覧表には、中流軍の全機動部隊が記されている。最初の3人の総司令官は、ドイツ占領地区のソ連軍西部長官を兼ねていた。アメリカ合衆国イギリスカナダ。ありがとうございます。